ロビー JW マリオットホテル奈良は奈良県奈良市三条王子にあるホテル。マリオットインターナショナルの最高級クラスのホテルブランドラグジュアリーである JW マリオットを関するホテルであり、奈良県発の外資系ラグジュアリーホテルでもある。奈良県が推進する大宮通り新ホテル交流拠点事業は奈良市の中心部に位置する県あり地を利活用し、 奈良での滞在型観光、人々の交流を促進する、新たな拠点を創出するため、国内初進出となる、国際級ホテル JW マリオットホテル奈良の誘致や、NHK 奈良放送会館の移転と合わせて、コンベンション施設をはじめとする交流拠点、奈良県、コンベンションセンターの整備を行う県の大規模、再開発事業。本事業のうち、森トラストが、 ホテル部分の開発を担う事業者として2017年7月に幼稚取得マリオットインターナショナルの日本初進出となる最高級ホテルブランド JW マリオットホテルならを誘致し2020年7月22日に本ホテルを開業させた JW マリオットはマリオットインターナショナルが展開するラグジュアリーブランドの一つブランド哲学である ザ・ JW トリートメントを通じ、ゲストへ真のラグジュアリーを提供することに情熱を持ったホテルアソシエートの育成を行っている。JW マリオットホテル t ならにおいては、世界的なデザイン事務所である英国ロンドンのガグループがグラフィックサインとインテリアデザインを担当。ホテル全体のコンセプトは、モダンジャパニーズエレガンス。レセプションとロビーのデザインテーマは、 A, ディスティンクトリージャパニーズグランドレジデンス JW ならのゲストの到着を温かく迎えることを目指し、意図的にフォーマルではなく、グランドレジデンスのようによりリラックスして居心地の良いものを目指している。建物自体は鉄骨なのだが、ロビーには、奈良の寺院や古民家を意識した木材の梁や奈良の鹿がデザインとして表現されている。客室のスキームは、 トラディショナルインフルエンシズならの伝統的な家屋に、ある、ティンバーブロンズトレザーを使用したナチュラルで、フレッシュなトーンのベースカラーとしている。カーペットとクッションの温かいオレンジ色のトーンは、季節ごとの自然な色の変化を表し、毎年奈良で開催される伝統的な日祭りをイメージ、させる。ベッドの上のフィーチャーアートは、奈良鹿の角をもとにした抽象的な装飾がされている。 ありがとうございます。